今乗ってるのはホンダの Z という新規格の軽、乗用車です。Z という軽自動車はホンダはもう何年前になりますかね、30年近く前に、開発したものでかなり評判を得たものでしたが、それとはデザインの上ではまるで違ったものが Z になりました。デザインの上だけではなくて、パワートレーンなんて言うんですが、エンジンからエンジンで起こした力を車輪につなぐ仕掛けも全く変わっていて、これはエンジンは後部座席の下あたりにありまして、後輪にも前輪にも駆動力を加えるという四輪駆動です。エンジン出力はターボで加給をして、そして64馬力を得ています。乗ってみてトルクの出方、それから、車の走らせ方によっては、小型車並みの使い勝手であるというふうに言えると思います。でこの車はどんな目的に使うのかよくわからないんですけれども、多少の凸凹道だとか、それから高速道路だとか、非常に広範囲のところで、しかも天候や路面状況にかかわらず安全に走れるようにと、安定よく走れるようにというふうに目論んで作ったもののようです。車輪などを見てみるともうびっくりするほど大きい車輪がついてまして、これで地上高を稼いで、最低地上高を稼いで、多少の凸凹道はお腹をすりつけることなく走れるように、考えられていると思います。で乗り味はどちらかといえば柔らかめで、硬い印象が あまりありません。道路の継ぎ目などを乗り越えてみても実にうまく足回りとタイヤで吸収して、ゴツゴツ感が少ない。ハンドルはなかなかこう軽快な感じで、フットワークが軽く感じます。まあ実際にはこう背の高いものですから、こうゆらゆらとこう揺れる印象はどうしてもあるんですが、しかしハンドルは割合に軽く、操舵力が軽いのと、それからハンドル操作に割合に早く車が反応するので、そういう点でもこのタイヤでこの反応ということは、もっと扁平率の高いタイヤを履けばもっと敏感な、ハンドルさばきになるだろうという予測ができるほどで、若者好みの車になっていると思います。で、頭上高は、まあ、私はいつでも頭上高を測るんですが、これはもう RV、 日本でいう RV 並みで、拳が2個ぐらい入るほど天井は空いています。非常にたっぷりした感じで乗ることができますし、背を高くしてアップライトに座らせて遠くの方までよく見えます。それで後席の膝元の空間もうまく取ってあります。いつもの山坂道にホンダの Z 持ってきました。ターボで加給して64馬力ばかり取り出してるんですが、馬力はともかくトルクが必要な仕事がこの坂上りで、でこれは4速のオートマチックのトランスミッションに64馬力のエンジンを組み合わせているんですが、これで走るとほとんど 660cc のエンジンとは思えないような勢いで走りますね。おまけに四輪駆動、前の車輪も後ろの車輪も蹴飛ばしているというところが、いい感じのコーナーリングなんて言うんですが、カーブの曲がり方ができます。ここで片足落としてみます。片足落として、ラフロードを取ってみます。もう今10センチぐらいのギャップが連続するような凸凹道ですが、ほとんど
気にもしないように走りますね。ここでねスプリットにして、ここでブレーキ踏んでみましょう。ABS うまい具合に効いてますね。効かせ方うまいですよ。この ABS というのも効かせ方が悪いと妙に車がひっつれて具合の悪いもんですが、なかなかのもんです。まあしかし予想以上の実力ですね。近頃の若者は羨ましいと思いますよ。